松潤さん、今回はピアノを題材にした漫画のレビューですね。ピアノを題材にした漫画といえばですね、有名なのでのだめカンタービレっていうのがあったと思います。これはね、二宮智子さんだったかな。少女漫画みたいなテイストだったと思うんですけども、私もね、読んだこともないし、ちょっとよくわからないんですけどもね、そういうのがあったかなと思い出します。その他ですね、ちょっと調べてみたんですけども、何点かあるんですよ。ピアノの森っていう石木誠さんの作品も講談社から出てるんですけども、全26巻でね、かなり読み応えのある作品だと聞いております。私漫画読んでないんで申し訳ないですけどね、分かりませんけどね。それから4月は君の嘘ということでね、これもかなり有名な本で、まあ、全体は11巻でできてるんですけども、これはね、なんか思い出があるんですけど、ちょっと思い出せません。なんか今不意にね、松潤さんがピアノの漫画のこと言ったんで、つらつらっと出してみますけども、その他ね、調べてみたところ、そうですね、ピアノはそのぐらいかな。まあ、真っ白の音っていうのがありましたけど、これはね、私もよく知ってるんです。真っ白の音っていうのは三味線のテーマにした漫画なんですけどもね、こちらの方もね、私もね、ちょっと興味があって読んでみたいなと思いながら、まあ、読んでないところなんですけども、音楽をテーマにした漫画作品っていうのは、まあ、結構ね、ある中で、ピアノっていうのはね、確かにブームになりにくいんですけども、ただやっぱりね、どうしようもない感動とかね、それから葛藤っていうのも表現するのに適した題材、それがピアノっていうことにもなってるのかなと思います。結構ね、名作が多いんですよね、このぐらいですかね。昔からね、音楽よりもスポーツが題材になりやすいんですよ。それは真っ向から戦うっていうところが表現になってるからでしょうね。勝敗が決まりやすいと。でもピアノっていうのはいまいちそういう意味では戦いとは根差しにくいんで、テーマとしてはね、難しいんですよね。ただやっぱり音楽に関わって生きている私たちの中で、プレイヤーとして表現者としてやっていく人の葛藤っていうのは、まさに人生を戦う構図そのものだと思うんですよね。そしてちょっと前の話なんですけども、あるミュージシャンの方からご相談をいただきました。自分の音楽のレベルはかなり高いんだけども、お金に変わらないんだってことなんですよ、でもね、こうやって漫画の題材を提供するっていう形では、音楽ってものもね、生かしようは多分にあるんじゃないかなと思います。あの有名なスポーツ漫画、スポコン漫画の明日のジョーっていうのがありますけども、明日のジョーを書いた千葉哲也さんは、いまだにボクシングのルールを知らないということでも有名なんですよ。ただ徹底的な取材をもとに書き上げたということらしいんですよね。ですんでね、これからの時代はアスリートと言われる方、それはスポーツだけではなく音楽にも言えるんですけども、トップレベルになった方とか、ある程度のレベルになった方っていうのは、それそのものを生かすよりも、それを二次的に別の分野で生かすっていう方法が残されてるんじゃないかなと思いますね。例えばアスリートさんの、呼吸法とかね、健康法とか、毎日のトレーニング、ストレッチ、こういったものを40代50代の人の老化防止のためにね、介護予防のために提供する、そういうふうなインストラクターやコンサルにはなれるんじゃないかなと思いますし、音楽ですよね、ピアノ、こういったものの歴史を綴っていくとか、音楽に関わって悲劇を受けたね、都市伝説みたいなのを集めてみるっていうのもいいかもしれません。ついついね、プレイヤーさんっていうのは音色とか音楽の奏でるレベルによって競争しようと思っちゃうんですけども、そうじゃない、ちょっと横の方でね、ちょっとずらした斜め45度のところから音楽ってものを見てもらうような提供者になると、かなり面白いんじゃないかなと思いますよね。ちなみに速稼塾の塾生さんには、静岡県にね、富士市にアンジーさんって方がいらっしゃるんですよ。この方は音楽の公会堂を自宅に持っていて、そこにお住まいになってるんですよね。音楽公会堂は1億円かけて作ったそうです。なんとね、日本に有数の世界に1台しかないパイプオルガンをそこに持ってきて、パイプオルガンを設置して、パイプオルガンっていうのはその公会堂そのものが楽器らしいですよね。だからパイプオルガンの音色がきちんと出るように作られていて、温度管理をされていて、かなりコストもかかってるみたいです。そこに私も何度も行ってるんですけども、チェンバロという楽器までね、備わっていましたね。そして演奏会を何度も何度もしてくださってるんですけども、いや、これはね、皆さんにお伝えしたいぐらいのものですよ。動画が撮れなかったのが非常に残念なんですけども、ぜひね、アンジーさんの公会堂に
ミュージシャンみんなで行きたいなと思いますし、そこでね、速稼塾のオフ会を何度もさせていただきましたけども、いや感動ですね、うん、音楽ってやっぱりいいもんですね。松潤さんもぜひ一緒に行ってみましょう。それでは。